皆さんこんにちは、こんばんは。実は今ね、鹿児島のさ、マリンポート鹿児島に来てます。風がね、強い、台風みたいにね、入ってるんじゃないかな、音もね。でね、ここはね、港なんだけど、ずっとランニングコースがずっとあるんだよね。周回するランニングコースがあるんだけど、その中の方にさ、こういう休憩室っていうのがいくつかあってね、周りにずっとトイレがあったり休憩室があったりとかするんだけど、その休憩室のね、一つの中に入ってきました。外でね、撮ろうかなと思ったんだけど、もうね、風が強くてね、とても寒く感じるしね、風が強いんでね、体感温度が相当さ、低く感じられるんだよね。気温自体はね、そんなに低くはない、ポカポカ陽気なんだけどね。だから車の中とかさ、いるとさ、暑いぐらいで、この上着なんかね、着てたらさ、汗ばむぐらいにね、暖かい。だけど一歩外に出ると、まあここはさ、港だからさ、遮るものがないんだよね、風をね。だから特に風が強いんだろうけどね。まあこういう休憩室がさ、いくつもあるんで、ただね、ここでさ、こうやって喋ると相当反響するんだよね、声がね。音声がさ、相当反響してエコーがかかったみたいなね、感じになってると思うんだよね、今ね、撮ってるんだけど。でさ、なんか喋ろうかなと思ってね、天気もいいしさ、気持ちがいいし、何喋ろうかなと思ったんだけどさ、じっちゃんぐらいのさ、年齢になってくるとさ、なかなかね、記憶力っていうのがさ、乏しくなるんだよ。ですぐ忘れる。約束したことも忘れるしね。じっちゃんまだこの年でさ、まあじっちゃんのね、チャンネルを見てる人はご存知だと思うんだけど、まあ、細々とさ、まだ仕事もしてるわけだよ。だからこういろんなね、依頼を受けて仕事もしてるんだよね。だけどもうね、ほんとね、自分でもね、バカだよねって思うよね。で、一つはね、最近は電話が来るのがさ、このスマホに来るわけです。スマホ便利だからね、みんなスマホにするんだけど、まあ、固定電話だとさ、いるかいないか分かんないから、かけてみないと分かんないわけだよね。で、スマホだとさ、ほとんどつながるんで、みんなスマホにしてくるわけだよ。でね、車の中とかさ、かかってくるわけだよね。実際の車は、車に乗り込むとさ、 Bluetooth で自動的に車にスマホがつながってね、音声でいろいろこうやり取りもできるわけだよ。でもさ、電話でね、いろんなことを受けるんだけど、すぐ忘れちゃうわけだよね。で、止まった時にさ、こうスマホのメモがあるよね。メモにさ、いろいろこう入れるわけだよ、忘れないようにね、書き込むんだけど、その書き込んだことさえ忘れてしまう。だから実は毎日さ、夜ね、帰ってゆっくりしてる時間にさ、基本的に電話帳のね、履歴欄を見るんだよ。で、電話帳の履歴欄を見て、あ、この人はこういうことだったなとか、あ、この人はこういう用事で電話がかかってきたけど済ましたなとかね、この人は何の用事だったなとかね、あ、この人はこういうことをしてくれって電話が来たんだったとか、そういうのをずっとチェックしていくわけだよ。だけどね、まあ電話は来てるんだけどさ、何の電話だったかね、要件が何だったのかさ、全然思い出せない時があるんだよね。で、仕方ないからさ、いくら考えてもさ、何の電話だったか分かんないわけで、思い出せないわけで、まあ仕方ないからね、その相手に電話をしてさ、今日電話もらって話をしたんだけど、何の話だったかなって言って電話するんだけどさ、まあそういうのに限ってね、しょうもない電話、急ぎもしないね急用でもないさ、しょうもない電話だったりするわけだよね。で、このスマホのさ、このメモ、これは便利でさ、じっちゃんいっぱいこう中にね入れてるんだけど、便利だよね。で、まあ、じっちゃんもうめんどくさいんでさ、文字でね入れるのめんどくさいんで、言葉でね喋ってさ入れたりするんだけど、まあだけどね、これもまたさ、じっちゃんの滑舌が悪いんでね、変なね変換をしてくれたりとかねするわけだよ。まあでも便利は便利なんだけど、その都度その都度ね、いろんなことをさ入れてるわけだよ、このメモ欄にね。でもこうやってね、後で見直すとさ、何のことなのかがさ全然わかんないメモがある。何このメモ、何だったっていうね、わかんないメモがあるよね。
でさ、この中にね、じっちゃんのさ、どこだった、もうメモが多すぎてさ、何がどこに書いてあるやら分かんなくなるんでね、区分けしたりとかしてるわけで、まあホルダー分けと一緒なんだけどね。それとかね、まあテレビとかさ、新聞とか雑誌とかでさ、なんかないいとこが載ってたりするとさ、そこの名称と住所とかね、そういうのをメモしたりとかさ、じっちゃんさ、外をこううろついてるんでね、その中で感じたこととかね、思ったこととかさ、その人から聞いて、ああいいなって思ったようなことは全部じゃないな、なるべく書き留めるようにしてるわけだよ、これにね。まあだけどね、そのたまにはね、整理をしないとさ、何が何やらね、わけわかんないのがね、いっぱいあるんだよね。無知は罪なりとか書いてるよ。無知は罪なり、無知は罪なり。まあね、知らないことが幸せなこともあるんだけどね。今からね、どんなさ商売が流行るんだろうかとかさ、まあありとあらゆることをさ、じっちゃんこのメモ欄にね入れてるわけで。あれ、どこに行った、じっちゃんの。普通ね、そういう、なんていうかな、思ったりさ、考えたりすることをね、入れるホルダーがあるんだよ。どこだ？もう多すぎてね、そのホルダー探すのが大変だよ。ここにね、書いてあるのがね、これなんで見たのかな。40歳から65歳の引きこもり。40歳から65歳の引きこもりがね、61万人いるみたいだね。そういうのとかね、違法ダウンロード刑事罰とかさ、ミャンマー、なんでミャンマー、あれだね、吉岡ドクターのあれでミャンマーっていうのを書いてるんだね。じっちゃんのホルダーがなくなってる、なんで。でね、たまにね、こうなんかでね、変なあれをするんだろうね。ゴミ箱に行ってしまったりとかさ、最近さ、やっぱりゴミ箱に行ってる、ゴミ箱に行ってる。なんかね、電話番号みたいな数字が書いてあって、バッって書いてあるバッて書いてある。何だろうね、何なんだろう、全然わかんないよ。今のどこに行った、あ、これだ。だからほら、いろんなね、じっちゃんが思ったこととかさ、いっぱい書いてるんだよ、これにはね。いろんなこと書いてるよ、ここにはね。いろんなこと書いてるよ。一つの行動は10の勉強に勝るということを知ろうと。私はバカだから、みんなと同じステージに立ちたくて、今まで勉強もしてきたし努力もしてきた。それでも私はバカだ、もっと努力しようこういうのとかね。じっちゃんチャンネルのテーマソングを作ろうとかね。今の自分を変えようとして勉強する人がいる。頭で考えるだけでは自分を変えることはできない。勉強はもちろん大事だが、それ以上に大事なのは自分を知り行動することであるとかね。まあじっちゃんがいつも言ってることだよね。まず行動しなさいと。ぐだぐだ考える暇があったらさ、行動してみようっていうのはね、そういうことだよね。全てのことに感謝して生きると楽しくなる。見返りを考えずに相手のために一生懸命働くと徳を得る。見返りを期待しない、見返りばかり考えると腹も立つとか書いてるね。自分が不得意なものは他人にやらせろ。これはそうだよね。あのね、自分が得意なことはさ、自分でやればいいんだよ。どうしても不得意なものってさ、自分でやったところでね、時間もかかるしさ、効率も良くない。だからそれを得意とする人にさ、丸投げじゃないけどね、やらすこともさ、大事なことなんだよね。壁にぶち当たったら乗り越えるのが良いか、回り道が良いか、一度立ち止まって考える。納得いかないことは一晩考えてみよう。毎日新しい人と出会える行動をしようとかね。生きた金の使い方を考えよう。笑顔は幸運を呼び込む。ありがとうとごめんなさいは素直に口に出そう。昨日より今日、今日より明日の自分を高めよう。あなたは本当に相手のことを考えて行動しているか。まあ時と場合によるよね、これもね。自分に自信のない人は何事にも余裕を持てない。自分のことしか考えない人とは距離を置いて付き合い、自分を覚えてもらう。困ってる人がいたら助けなさい。人生を戦略的に生きる者との差は大きい。運をつかむのが下手な人は運をつかむのが上手い人と付き合いとかね。自分の武器を持て。何事もコスパを考えろ。企業の SNS の使い方とかね。
運動をやれとかね、何でも興味を持て、自分に自信を持て、やれないものはないとかね、一人暮らしは自由か孤独か、どっちなんだろうね。でもさ、この一人暮らしがさ自由っていうか幸せなのかどうかっていうアンケートをさ、前じっちゃん見たことあるんだけど、何パーセントだった？一人暮らしの人の 70-80% は幸せだって答えてるんだよね。はい、ということでね、じっちゃんのねスマホのさメモを見ながらさちょっと喋ってみました。天気はいいんだけどね、風が強いからね、港もさ人が少ない、もう今観光船もね入ってこないんでね、人も少ないよね。たまにさ観光船が入ってくるんだけどね、ほとんどがなんかな、船の点検だとかね、そういうので寄港する客船はいるみたいだけど、人が乗ってる客船は今入ってこないね。まあ県自体がさ拒否してるんだろうね、そのあたりはね、危ないんでさ。まあ鹿児島もね感染者は出たって言うんだけど、全然、知り合いのねタクシーの運転手さんからそういう話を聞いたんだけど、全然そういうニュースも何もないね、流れない。だから本当なのか嘘なのかさよくわかんないんだけどね。まあそういうことでね、ちょっと仕事の合間にさ、3時だね、お茶の時間だけど、お茶、あ、さっきさ缶コーヒーもらったんだよ。だけどじっちゃんさ缶コーヒー飲まないんだよ。缶コーヒー飲まないんです。ありがとうございますって言ってもらったはもらったんだけどね、いつもだからこう缶コーヒー飲む人にねあげるんだけどね、それはね。あ、それとね、昨日はさ雨も降ってさ、約束もキャンセルになったりとかしたんで、まあ雨降ってさどこにも行きたくもなかったんで、昨日はひな祭りが来るからね、桜餅といちご大福を作ろうと思っていっぱい作ったんでいっぱい作りすぎたっていうか、いっぱい作ったんで、まあ自分で食べる量じゃないんだよ、いっぱい作ったんでね、今日はそれをね取引先の会社に持って行ってね、おばちゃん連中がいるわけで、昔お姉さんだったんだけど、もうみんな年取ってねおばちゃんになってしまってるんだけどそういうこと言ったらね怒られそうだけど、そのおばちゃんたちにね持って行った、何個持って行ったかな、10何個持って行ったよね、15個ぐらいね持って行ったんだけどね、ありがとうありがとうって喜んでたけどね。はい、ということでね、今回は港のね、本当は芝生の上でさ撮りたかったんだけど、風が強いんで急遽さ休憩室がいっぱいあるんでさ、その中の一つの休憩室に入ってね、休憩室で喋ってみました。以上、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。